ットロードで測らず、ピットロードで測らずブレーキチェックね。991後期型のカップカー初めて、試乗することができました。その前のモデルに比べるとエンジンが4リッターになって、そしてね ABS が初めてカップカーとしてはついたわけですね。僕自身は、997前期型のカップカーで GT3 カップチャレンジという車に出てたんですけども、まあそのから比べるとね997後期、991前期、そして後期とねかなりもう、まあ、10年近い差があるわけですけど、もう乗ってるとねそれは本当に明らかでしたね。確かに同じポルシェで同じ911のレーシングカーなんですけど、まずエンジンがすごく滑らか、そしてすごくパンチがある。もうね低速で不用意に踏みすぎるとすぐキュッとねスキッとしてしまうぐらいトルクが厚みがありますね。あと音ですよね。後で聞いていただければと思うんですけども、エンジン音がね外から聞いても気持ちいいんだけど、中でも気持ちよかったですね。でその伸びに任せてシフトアップというところで、まあ、パドルのね変速のこう速さもそうなんですけど、スムーズさ、こちらも素晴らしいですよね。本当にねシミュレーターに乗ってるかのような滑らかさで、すごくね、そしてもちろんそれ扱いやすいですよね。ギクシャクしないで、アップもダウンもしてくれるので、もうねなんか運転に集中できるっていうんですかね、シフト変速をうまくやることをねいちいち考えなくてもいいみたいなところはありました。 ABS がついてるんですが、これはちょっとまだね正直慣れなかったですね。タッチが今一つね、前に持ってたもののカチッとしたものと違うところもあって攻めきれたとは言えないですし、まあそもそもね、車自体も初めてだったんで、見ていただくのが恥ずかしいようなものではあるんですけども、この車の片鱗というかな、実力の片鱗みたいなものはねこの後ね一周ね流したいと思いますので、そこをね見ていただければなと思います。そしてね僕は最高の快感を得たということだけねお伝えしておこうかなと思います。全部洗練されましたよね。だからシフトアップとかなんかそういうのでも
ね、全部スムーズだし、エンジン自体もやっぱスムーズです。でも特に前期から後期でもエンジン良いですよね、こっちの方が。まず一番最初に感じたのが、あそこの例えばこう 300R とか、はいはい、ああいうところで そのシフトアップのタイミングだとか、余裕があった自分 その体感できるそのドライビングの中にできたんだけども、最初はかなり戸惑いましたよね。そうだろうな、僕も今日はちょっと無理しないで 300R とかもちょっと戻してましたけど、本当特に下のギアはパンパンパンですもんね。あとは体、僕も今乗ってて結構しんどいなと、これトレーニングしなきゃなと思ったんですけど、やっぱりすごいやられてる。そうですね、基本的にはやはりこれだけの、車を運転するのに、日頃からのフィジカルトレーニングだとか、やっぱりそういったものはもうこれは必須になってくると思います。それがこの世界に入るための、まあなんか一つの手形みたいな感じはあるんですかね。やはり、まあ、勝つためにその自分に、はい、を納得させるために、とにかくやれることはやる、うん、突き詰めたいっていうところです。